何ですか、いきなり。その鉄平の知人に、間宮里奈という女性がいます。知りませんでしたか？間宮里奈？知らないなぁ。それがどうしたんですか？そいつ、園崎系列の店で働いているそうなんだけど、知ってるか？葛西？おそらく知っている人物かと。間宮里奈が何か。系列の店って園崎に上納金を毎月支払ってますよね。え？ケイちゃん？里奈がその上納金に手をつけようと計画しています。は？ちょっと待ってください。なんでそんな話、ケイちゃんとリカちゃまから。それはそれに上納金に手をつけるって穏やかじゃないですよ。大体そのリナって女は何者ですか？間宮里奈、店で名乗っている名前ですが、本名かどうかは。フラワーロードの店の一つで働いてる従業員です。従業員？ああ、でもますますわかんないですよ。どうしてうちの従業員のことをケイちゃんたちが知ってるんです？あ、いや、だから。僕が聞いたのです。え？リカちゃまが？どこで？図書館なのです。なんだか変な人たちとワイワイ楽しそうに話していたのですよ。図書館？うちの従業員が？似合わない。み、とっても場違いだったのです。だからよく目立っていたのです。詳しく聞きましょうか。なるほど、確かに気になる話ではあります。で、私たちにどうしろと？そのリナって女が園崎の上納金を狙えないようにしてくれ。リナが働いているのは園崎系列の店だから、園崎の力を持ってすればリナの動きを封じるくらい簡単だろ。まあそりゃ、もしそれが無理でも園崎家のシオンには一度話しておいた方がいいかなって。無関係とは言い難いしさ。それを言うなら、なんでお姉に言わないんです？順序おかしくありませんか？いや、こういうのってシオンの方が詳しそうだからな。え？詳しいってどうしてです？シオンって園崎の系列の店でいろいろバイトしてるって言ってただろ。だからそういう店の実情とか上納金の話とかは逆に詳しいんじゃないかなって。
それにシオンなら、もしかしたらその店で働いてるかもしれないし。その店って、フラワーロードの？私が？って、働いてるわけないでしょ？働いたことはないのですか？ない！ケイちゃん、リカちゃま、喧嘩売ってますか？そんなお店で未成年の私が働いたら、一発レッドカードですよ。まったく。働きたいと一度頼まれたことはありますがね。時給がいいからと。シャラップ。で？私のバイトの話はともかく、ケイちゃんたちの目的とか、メリットは？目的？メリット？リナにうちの上納金をくすねさせなければ、ケイちゃんたちにはメリットがあるんでしょ？それは何ですか？ぜひとも聞きたいものですね。それは。だいたい、どうしてケイちゃんたちがそんな話を知っているのか。ケイちゃんたちは、リナって女とどう関係してるのか。その女の動きを封じる目的は何なのか。ことが大きいだけに、それがはっきりしないと、悪いですけど、言う通りには従えませんよ。マミア・リナは北条鉄平と同居している。だから奴らを喜ばせるようなことをしたくないだけだ。喜ばせるねえ、ケイちゃん。それならもっといい方法がありますよ。そんな甘っちょろいやり方じゃなくって、待ち伏せして捕まえて思い知らせてやればいいんですよ。園崎に逆らった奴がどうなるかってね。し、なんてね。ま、別に警察沙汰にするだけが断罪にはならないってことですよ。そうでしょ、葛西。シオンさん。とりあえずリナの話ですが、私も確かにその件に近い内容でマークをしていました。そうなの？リナは最近金の貸し借りで同僚とトラブルがあったとかで、店にはあまり顔を出さなくなりました。同僚だけではなく、あちこちで相当借金を作っていたようで、リナの名前を聞いていい顔をする人間はほとんどいません。でもそれだけじゃ。まあ。ですがクラブの若い衆の何人かと妙につるんだりして、金もないだろうに変だと思っていたところなんです。借金があるのに羽振りがいいってわけね。あともう一つ、図書館で見かけたという話ですが、実は私も聞いておりました。意外だとは思ってましたが、そう聞けば、そうか、なるほど。ちょっと葛西、リカちゃまとケイちゃんの言うこと真に受けてるんですか？もしもということがあります。それに上納金においそれと手をつけられては組としてのメンツもある。あ、すみません、葛西さん。
できればそのリナには何もしないでもらいたいんです。何も？それはどういう意味ですか？殺さないでほしい、そういう意味です。え？あのね、ケイちゃん、言ってる意味全然わかんなくなってきてるんですけど。あいにくですが、それはお断りします。そんな三下どもに舐められてはヤクザ者のメンツが立たない。それなりの報いを受けるのがこの世界の掟というものです。それは分かっています。でもお願いします、奴らを許すとかじゃなく、このこと自体をなかったことにしてほしいんです。なかったこと？それは無理というものです。そもそも、つまりリナたちが盗みの実行を最初から諦めれば、金も取られずメンツも失われない、そうですよね？まあそれは。で、話の腰を折って申し訳ありませんが、そこで私たちの当然の疑問ってわけです。どうしてケイちゃんたちはそのリナなんて悪徳人を助けてやろうって考えたんですか？サトコだ。は？そのリナってのは、サトコにひどいことをしていたおじ、鉄平と深い関係にある。それ、どういうことです？リナはその鉄平とつるんでいるのです。北条鉄平が札付きのゴロ付きなのはご存知だと思います。そしてこの沖ノ宮で生活を営んでいます。それで？リナはどうやら鉄平と組んで結婚詐欺を生業にしているようでして。近頃ではリナと組んでの詐欺行為が北条鉄平の唯一の収入源のようですね。要は北条鉄平がリナに生活を依存してるってことか。もしそのリナが金を持ってとんずらしたらどうなる？ん？リナが上納金を持って沖ノ宮の町からとんずらしたら、いや、落とし前つけられて消されても、収入源を失った鉄平は即路頭に迷う。家賃だってすぐに払えなくなるし、生活にも困る。まあそうでしょうね。けどそうしたら北条鉄平は雛見沢の家に戻るしかない。そうなったら里子はその鉄平に連れ戻される。その結果どういうことが想像できる？それどこのテレビドラマの話ですか？
シオン。何ですか、ケイちゃん。大丈夫ですよ。ちゃんと聞いていますから。